はい、皆さんこんにちは。竜生き物王国です。本日はですね、だいぶ前ですね、動画にさせていただいたんですが、ミシシッピ赤耳ガメ、緑ガメですね、を私とこう飼ってましてですね、まあ自分とこの庭といいますか、飼育場で卵を産んだという動画を上げさせていただきました。あれは確か7月の10日前後だったと思います。そこからですね、本日は9月の26日でしてね、そろそろ生まれるんじゃないかなっていう予測のもと、まあ逆に全滅かなと思ったりもしたんですけど、たまたまね、1匹外に出てたんです。で、周りには卵の殻がちらほらということで、あ、これは生まれてるなという感じでした。それでですね、まあうちの息子とですね、まあ、ちょっと一回優しく掘ってみるかいっていう話になりまして、掘ってみました。その動画をお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。先ほども言わせてもらったようにですね、卵の殻とか、そしてちょうど真ん中ぐらいに小さい可愛いカメさんおったと思うんですけど、生まれてきました。息子にちょっと手伝ってもらって、息子の勉強じゃないですけど、まあ役に立つかなと思って、そろっとそろっと、あ、きついの。優しく掘れって言ったんですけど、まあ優しく掘って、ほら。5匹。5匹、結局6匹おるんですけど、6匹の新しい命が生まれました。まあ子供もね、楽しそうに、しっかりと傷つけないようにということで、掘ってみました。こういう風に土の中に自然に、なんていうんですか、孵化させても、結局はみんなちゃんときっちり孵化してくるんだなと。ちゃんとそういうところの温度管理が亀さんが分かってて、そこに卵を産んだということですから、湿度とかもね、いや素晴らしいなと。生命の神秘でございます。そうなんですよ。ちょっと思ったんですけど、この亀さんたち、こう土にずっとおったんですよね。で、計算上、まあ2ヶ月ちょっとと計算しますと、まあ9月の中旬に生まれてたはずなんで、まあその分遅かったんかも分かりませんけど、うちらがタイミングよく生まれた時に取ってるとは考えにくいので、9月の終わりということで、冬場もういきなりこれは、まあヨークサックはあるんでしょうけど、そんなに持たんとは思ったんで、冬場これで過ごすんかなと思ったりしました。要は餌食べてないんかな、食べへんのかなとか思ったりもしてました。こうなしてね、取り上げさせていただいたら、あとは赤虫とか亀の餌をあげてます。親の方にはね、普通のもう市販の亀の餌とかですね、まあたまに小さい魚類をあげたりしてます。まあキビナゴとかねあげたりしてるんで、あとパンもあげます。親はずっと餌、もうじき食べないと思いますけどね。子供の方が今度から管理大変だなと今思ってるところでございます。はい、ちょっと短いですが、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。